専攻3年の小堀さなえです。課題制作は銅版画で作品を作ったりだとか、鉛筆画で細密画を描いたり、点描、ペン画とかで描いたりとかっていうのをいろいろと交互に回しながら制作しています。高校生から今現在にかけてまで一貫しているので、あとはもう極めて自分のものにどんどんしていくっていうことをとりあえず目標というか課題としてやっています。3年生に入ってから2年生の間にいろいろと勉強とか、こういろいろな作家さんのやっている作品、考え方、研究とかをいろいろ元にして、3年生から4年生にかけてまでじゃあ研究として一つテーマを設けたいなっていうので、腐食による事象、ものとしての反表現っていうのを研究テーマにして、版画の物質性にこだわって、ものとして平面作品ではなくものとして作品を作るっていうのを基準というか軸において制作をしています。高校生の時に担任の先生に、多分小堀さんこの方の作品好きじゃない、どうだろうっていうので展覧会のチラシを1枚もらったことがあって、その方が版画界ですごく有名な中林忠義っていう大御所の先生の方なんですけど、その方の作品にすごく惹かれたというか惚れてしまって、これはペンで描いてるんじゃないんだ、銅版画っていうもので描いてるんだっていう風になってから、銅版画ってどういうものなんだろう、ペンと全然質感とかそういう出てくる感覚というものが全然違ったので、やってみたいっていうのが版画をやりたいと思ったきっかけです。版画の魅力はペンで描くと、こうどこまで行っても頑張っても平面的、触ってもサラサラとしている感じに対して、版画というのは特に銅版画の場合は腐食という間接技法で描いていく、描くというよりもその腐食液につけて溝を作っていくという工程が間にあって、またその溝にインクを詰めて紙にすり上げた時、その物質が紙に転写したっていうその物質感がすごく他のものでは味わえない感覚があって、これは版画だけ、特に銅版画だけの魅力だなと思ってて、そこが一番の魅力、物質性がある、物らしさがあるっていうのが銅版画、版画の魅力だと思います。物を作ることによって自分が何を得られて、相手に何をどう伝えていくのか、作家としてどういうふうにやっていくのかっていうのをやっぱり考えていくと、こうただ描くっていう行為はとても大切かもしれないけど、それだけだと作品としての強みとか相手にこう感化させる力が足りないなっていうので、やっぱ作っていく上でどういうことをテーマにモチーフにしたいとかっていうのはすごく高校から今にかけてこだわるようにはなりました。大学の方では版画をとりあえず1本として、こう版画基準でやっているんですけど、実習制作の場合は鉛筆での細密画、そういうちょっと写実に寄り気味なものを描いたりだとか、あとインクとペンでずっと点描画で、もう高校の時とやってることその点描画とかは変わらないんですけど、ちょっと新しく考えが変わってきたのもあったので、それでやってみたらどうだろうっていうので、いろいろな実験をしながら実制作はやってます美術系、そうですね、高校に入ってから絵自体をまともに描き始めて、それまではただ好きというよりも普通に描けるからただ描くっていう感覚の方が多くて、で高校進学する時もどこにもあまり
行きたいとかいう欲がなくて、どうしようかなってなれたら、親からこう絵を描いてたんだから美術系のところ行ってみればっていうので、高校を美術系の方に進んで、そこから絵を描き始めてて、自分の世界とかがもうちゃんと自分の中で作れるようになったりとか、こういう風にしたい、ああしたいという考えが強まってって、あ、絵描くの楽しいな、これは多分私の生きがいにずっとなるだろうなっていうのを思って、やるんだったら他のことは興味がなかったっていうのもあったりしたし、こうあまり他のことをやりたいとかがすごくなかったので、だったら絵一本で行きたいなと思って、じゃあ美術の大学に進んでみようっていうふうにして選びました。また高校の時のその洋画の先生がこう私の今いる大学、その大学で教わっている先生、洋画の先生の後輩にあたる方で、こう高校の時授業中に描いてた絵があって、それをこう途中経過ですという面談の時に見せた時に、こういう絵描けるんだったら多田先生のところに行って一度見せてきてお話をしてきた方がいいっていうふうに言われて、でオーキャンがあったので、そのオーキャンに行って、あの絵を見てもらいたいですっていうふうに絵を見せたら、もともと人に絵を見せることがそんなに得意ではない、好きではないんですけど、すごい初めて人にちゃんと好評とかしてもらうなと思ってすって見せたら、すごくあれこれこうすごい評価をしてくださって、でお話もしているうちに、なんか私の欲しい答えだとか考えとか思想だとか、そういうものが私が欲しい、求めてるものがここにあるなと思って、私は多分多田先生のところで絵を描いて教わってやってれば、またさらに絵を描くことに意味を持てるし楽しいだろうし、この人の元で描いていたいっていうのがあって、それでじゃあ私はもうこの大学に決めよう、行こうと、もう3年生になってからずっともうここに進学するつもりでやって進学してきました、はい、将来はもう同伴画家になることですね。作家として世の中で生きていけられるように、版画を通してこうまた新しく版画の魅力を伝えていきたいなっていうのがあるので、やっぱ作家になる、その同伴画家になるのもそうだし、まあ、同伴画の他にもいろいろ作品は今後作っていく予定ですけど、でも大まかに言えば作家だし、またこうはっきり言えば同伴画家になるのが将来の夢です。美術大学に進学をするって考えたのは多分すごい決心が必要だと思います。で、美術大学ってその常識っていうところからすごくかけ離れた位置感にいるので、多分自分の芯がしっかりしていないとやっていけないところも多分多少あると思います。なのでまず進学をする、志しているのであれば、やっぱ基礎であるデッサンとか物を見てちゃんとしっかり物の形を把握して書く力は一番最初に身につけておいた方がいいと思います。で、デッサンだけでは多分入試では落とされるので、またそこに足すようにこう自分のやりたいこと、こう尊敬する作家さんがいればその作家さんのようになりたいっていうすごい信念を持ってやっていく力も必要だし、また自分の世界観とかそういう想像する力とかはすごく大切なので、こうデッサン以外、物を見て描く以外に自分の想像で描く力、その見ないでも自分の中から湧き上がるものを書く力はすごく身につけておいた方がいいと思います。多分入試とか
また落とされたりとかもあるし、大学、他の大学さんによってはきっと相性の問題がまた出てくるので、すごく入試を受ける前にもオーキャンに行くなり、パンフレットだったり、その卒業した人たちの作品だとか、どういうことをやってるだとか、いろいろ見て、そういう調べておくのも必要だし、あとその大学にいる先生、教官の方々が一番多分問題なのが教官との相性だと思うので、その大学にいる教官がどういう人でどういう作品を作っててっていうのもすごく調べて、じっくり考えた上で入試を受けて美術の世界に行ってもらえたらいいなと思います。きっと自分のやりたいこととかが見つかればすごく楽しいので、頑張ってほしいなと思います。